マールチューブ始まるよ。皆さんこんにちは。長浜テレビ2月2日号の時間がやってきました。私は先日長浜盆梅展の夜間ライトアップを見に行ってきました。長浜市民無料デーを活用しゆっくり楽しむことができました。とても美しかったです。それでは街のさまざまな話題をお送りします。まずはこちらの話題から。給食が作られる様子を見学しました。学校給食週間に合わせて学校給食の意義や役割について地域の人たちに知ってもらおうと長浜市立学校給食センターの一般開放が行われました。長浜北部学校給食センターと南部学校給食センターでは学校給食週間である1月24日から30日までの期間一般開放と試食会が行われました。給食センターでは実際に給食が作られている様子を見ることができるほか給食の歴史や実際に使用されている大鍋などを見ることができます。今回訪れた人たちの多くは子どもがいる親たちで現在学校に通っている子どもの給食がどのように作られているかを見学に来られていました。また期間中は長浜市で採れた野菜を使った給食や姉妹都市にちなんだ給食など実際に学校で提供されている料理を食べることができこの日南部学校給食センターでは姉妹都市であるドイツのアウグスブルク市にちなんだ給食が用意されました。訪れた人たちは給食が作られる映像を見ながら試食を行い給食センターの仕組みや栄養管理などを学んだ一日となりました。なんかいろいろ作ってるところの場所とか見れて子どもたちが実際、幼稚園で食べてるものをどうやって作られてるかっていうのが知れてよかったです。結構子どもが毎日給食のメニューを楽しみにしていて毎日献立を見てから学校に行くぐらいなので、実際に今日作ってるところを見させてもらって同じものを食べたので、今日帰ったら今日の給食はこうなんだとねっていうお話とかがまたできるかなと思ってちょっと楽しみです。子どもの頃大好きだった給食が食べられてその給食が作られる様子も見学できるとても貴重な機会ですね。私もぜひ行ってみたいです。それでは続いての話題です。中学生が募金への協力を呼びかけました。能登半島地震の被災者を支援するため長浜市の中学生がスーパーマーケットなどで募金活動を行いました。この取り組みは今年1月1日に石川県能登地方を震源とするマグニチュード 7.6 規模の地震が発生し各地に甚大な被害をもたらしていることから被災した人を少しでも支援しようと長浜市立浅井中学校の生徒会が実施したものです。生徒会のメンバー27人は1月17日から学校の昇降口に立ち登校してくる生徒らに募金への協力を呼びかけたほか26日には街頭での募金活動を行いました。この日生徒らは市内にある道の駅とスーパーマーケットの2か所に分かれて募金活動を行いました。このうちフレンドマート浅井店には生徒会メンバー10人が集まり手作りの募金箱を手に能登半島地震への募金のご協力をお願いしますなどと呼びかけながら買い物客に協力を求めました。僕たち浅井中学校は被災された方々へ少しでも力になればと思いこの募金活動を始めました。この世の中苦しいことや悲しいことがたくさん起きる中ですが皆さんが助け合っていくことが必要だと思います。これからも頑張っていきましょう。雪など大変なこともありましたが実際に活動できて本当に良かったと思います。活動してみて浅井の皆さんはたくさんのお金を募金して
くださり本当に温かい方たちだなと思いました。この募金で集まったお金をしっかりと能登半島に活用していってほしいと思います。なお今回集まった募金は全額日本赤十字社を通じ義援金として被災者支援に役立てられるということです。募金お願いします。生徒たちが自分たちでできることを考え実行している姿が素晴らしいですね。それでは続いての話題です。幻想的にライトアップされた盆梅が楽しめます。慶雲館で開催中の長浜盆梅展では夜間ライトアップが開催されています。この取り組みは長浜盆梅展の会場をライトアップすることで日中とは違った雰囲気の盆梅を楽しんでもらおうと実施されているものです。盆梅展の会場の慶雲館では赤や白の花が見ごろを迎えた鉢もあり、会場に漂う梅の香りとともに美しく照らし出された盆梅を楽しむことができます。本館2階の玉座の間では盆梅と竹明かりを並べた特別展示が開催されていて、竹明かりから漏れる温かい光と盆梅をくっきりと浮かび上がらせるライティングで幻想的な雰囲気に包まれていました。また国の名勝に指定されている慶雲館の庭園にも明かりが灯され、降り積もった雪と相まって冬の時期にしか見られない美しい光景が広がっていました。このほか慶雲館の新館では米原市在住の切り絵作家早川哲平さんとコラボレーションした展示も行われており、会場を訪れた人たちは写真を撮るなど夜の盆梅展を楽しんでいる様子でした。この長浜盆梅展の夜間ライトアップは2月25日日曜日までの同日祝日限定で午後8時30分まで実施され、最終入館時間は午後8時となっています。ライトアップされた盆梅だけでなく、陶芸を学んでいる学生たちが作ったオリジナルの鉢も見どころです。ぜひ会場に足を運んでみてください。さて次回の番組内容の更新日は2月9日金曜日です。次回も町のさまざまな話題をお送りしますので、どうぞお楽しみに。